皆さんこんにちは、福山出身の元プロ野球選手の江草弘隆です。よろしくお願いします。はい、今日は握力のトレーニングをやっていきたいと思います。握力っていうんですけどね、生活するにも何するにしても必要な力となってきます。特にスポーツでは、野球ですとボールを握る、バットを握る、強く投げるために必要、強く振るために必要不可欠な筋力となっております。握力を鍛えて損はありません。今日はしっかり握力を鍛えていきましょう。レッツエクササイズ。やり方は非常にシンプルです。思いっきり強く握って、思いっきり手を開く、手を思いっきり握って思いっきり開く、これを100回やっていきたいと思います。途中しんどくなると思います。でもそこはもう気合と根性でなんとか100回やりきっていきましょう。ぜひ諦めずに最後までよろしくお願いします。さあ、それではご一緒にレッツエクササイズ。はい、じゃあ肘をしっかり伸ばしていきます。20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、49、こっからスピードアップで51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、70、71、72、73、74、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84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 、
お疲れ様でした。ね、もう前腕パンパンになってると思いますね。もうこれずっと継続してやれば握力強くなること間違いなし。握力強くなって損はありません。あとおすすめなのはお風呂の中、お風呂の湯船とかでやるともっと効果的になりますんで、これは非常におすすめです。あと、僕が現役の時にやってたおすすめのトレーニングで、このどこにでもあるペットボトルなんですけどね、2リットルのペットボトルを、くっつけて、これを、指先で持ちます。これ立って手を伸ばしてもらった状態でやるといいんですけど、指先でずーっと持つ。これが持てなくなるまでずーっと持つ。これが非常にいいトレーニングになってくると思います。で、4キロで重いなーっていう人はこれ1個2キロ、2キロなんでね、2キロをずーっと持つ。ポイントは指先で持つ。で、特にピッチャーとかはこの2本大事になってきますので、指3つで持つっていう、こういうトレーニングもしていけば非常にピッチャーとしての能力が上がっていくんではないかなと思いますので、ぜひね、4キロ、これ4キロ簡単だなと思って、僕現役の時は実際、7キロ、8キロ、そこら辺を持ってやっていたので、それをしっかりできるぐらい鍛えてもらえたらいいかなと思っております。はい、ということで、次回は足の指、今回は手でしたけど、次回は足、
足の指を鍛えていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。